こんにちは。国鉄時代の鉄道ファンです。今見ていただいている映像は金沢駅東口の映像です。あの右側の、丸いガラス張りのドームみたいなのがもてなしドームっていうんですけれども、昔のね金沢駅とはもう全然、違った形になってしまいました。こちらバスターミナルですけれども、この緑と白の今動き始めたこのバスは、周遊バスといいまして2014年に、まだ、このバス走っています。まあ、現在現行で走っているバスなんですね。でこの右側の、建物、これが北陸新幹線の、駅のホームになっています。もうほぼ完成しまして、このような形になって、向こうの線路、北陸新幹線の線路、東京へつながる線路が、できています。まあ、あの右の方へね、緩くカーブしてるんですけれどね、この緩くカーブしたところ、昔ね、私1982年に、こちらで映した映像がありますので、そちらの方をお見せしたいと思います。それでは1982年1月30日です。夜明け前にね行ったんですけれども、ちょっとビデオもまあ古いビデオで、この暗いところをなかなかうまく映らなくて、ちょっと見苦しい映像なんですけれども、貨物列車が、走っていきました。この前にも、2つほどね、2カットほど映したのあるんですけれども、もう全然もう見るに耐えない映像なので、そちらの方はもうカットしました。この日はねまだあの雪が結構降ってまして、まあ、温度も低かったんでね、列車なんかはまあ北海道みたいな感じで雪が列車についてたんですけれども、まあこんな感じで、今のはコンテナ車ですね。次が、白山2号3012M、上野行きですね。この時代は白山が1日に3往復走ってたかなと思います。2往復の時と3往復の時とあったんですけれども、で最後は白山は1往復だけになってしまったみたいですね。次は、七尾線の列車です。0番 A ホームから発車ですね。当時金沢は0番 A ホームと0番 B ホームが、ストップ線になっていまして、七尾線の、列車でした。名古屋からの特急飛騨もね、0番の B ホームに到着したかと思います。それでまたラッセル車がやってきまして、通過していきました。今この在来線の金沢の駅ももう高架になってしまって、もうこういう面影はもう全然ないです。次は、和倉温泉からの列車ですね。50系の客車で DE と牽引です。122列車ですね。昔は旧型客車使ってたんですけれども、
これ一時だけなんか50系が入ったみたいで、なんかあんまり金沢で50系が、走ってたのがちょっと珍しいような感じですね。次は、普通列車富山行き、325M です。結構ね、床の下に雪ついてるんですよね。まあ、後ろはこんな感じです。これは急行能登の番組のところで、見たことあると思うんですけれども、上野からの、急行列車3605列車ですね。急行能登です。この駅終点になります。あ、びっくりした。急に行く警笛鳴らされるとね、本当びっくりするんですよね。まあ日本海側の雪道を走ってきて、テールにはあんな風に雪がついてました。それではこの映像を最後にお別れしたいと思います。さようなら。